皆さんこんにちは、宝人です。今回なんですけども、また一つですね、トレーニングメニューを紹介をね、少ししていけたらなと思います。で、このチャンネルではですね、以前にも何度かね、1度か2度かですね、コントロールエンタードに少しフォーカスを当てたトレーニングメニューっていうのを実際紹介してきたかなと思うんですけども、今回もですね、少しそのテクニックアクションの一つであるコントロール、でその中でもコントロールエンタードですね、方向づけられたコントロールというところに少し標準を当ててですね、当てた、メニューをですね、皆さんに紹介できたらなと思います。で、何回かね、もうコントロールエンタードのメニュー紹介してるので、もういいんじゃないかってね、思われる方もいるかなと思うんですけども、やっぱりですね、まあ、このコントロールエンタード、僕もここ数シーズン、スペインのね、育成現場見てきて、特に小学生の低学年ですよね、小学生のチームを持つことも多かったんですけども、やっぱり彼らを観察していると、もしくは指導者なんかも観察していると、ここのね、コントロールエンタード、まあ、コントロールエンタードに限らずにテクニックアクションすべてそうなんですが、特にここのコントロールエンタードの習慣化ですよね。本当に何回も何回も反復作業を繰り返して、ある意味無意識にスペースにコントロールできるような、方向づけですよね。ここっていうのをやっぱり徹底している印象があるわけなんですよね。なので、まあそういったものをですね、間近でやっぱり見ていると、ここのコントロールエンタードやっぱりできるだけね、小学生の低学年から小学生年代から、習慣化させるっていう作業はね、やっぱり我々指導者にとってはめちゃくちゃ大事かなと思っていて、でしかもその習慣化させるっていうのも同じコントロールエンタードではあるんですけども、それがやっぱり異なった背景で、異なったシチュエーションもしくは異なったトレーニングの構造構築で、この同じコントロールエンタードっていうアクションを習得させていくと、ここっていうのがやはりめちゃくちゃ大事なマインドになりますので、まあ、そういった意味でもですね、今回また新たな違った構造でのコントロールエンタードを習得するためのメニューっていう意味で、皆さんに、ね、共有できたらなと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただけたらなと思います。それではどうぞ。はい、ということですね、皆さん早速いつも通り動画をね、用いながら紹介していけたらなと思うんですけども、まずですね、一度、皆さんの方にもね、見ていただくために構造の方ですね、動画を流しながら、説明していけたらなと思いますので、まずはですね、こちらご覧ください。まあ、いつも通りね、少人数でのグループ形成をしていまして、まあ、5人でね、このグループに関しては、セッションを行っています。こんな感じですね。まあ、またね、スクールの少し様子にはなるので、どうしてもその、まあ、メソッド的な話でいくと、まあ、アナリティックメソッドと言われるもので、まあ、サーキット形式といいますか、反復形式のものとして一つね、セッションになってますということなんですけども、はい、こんな感じですね。こんな感じで、まあ、回しながら、ローテンションしながらセッションを行ってますということなんですね。で、まあ、こんな感じで、まあ、ご覧いただいた通りなんですが、まあ、構造としてはですね、まあ、一番、真ん中にね、この棒をね、置いてますと、まあ、これがもちろん敵の役割になるわけなんですが、そこから少し離れるサポート、ね、離れながら距離感を保ってコントロールエンタードでその棒をね、敵を、超えるようなイメージで、前進していくようなイメージでコントロールエンタードをして、パスまで行くと。まあ、これの繰り返しで、まあ、ローテーションをしながら、どっちの方向に向かってコントロールするかっていうのを少しバリエーションをね、自動的に与えながら、行っていくというトレーニングですね。でですね、まあ、これご覧いただいたらわかると思うんですが、まずこのシーンでですね、まあ、うまく超えられたシーンですよね、これは。うまい、良い例として一つありますけども、この選手。なぜね、やっぱりこのシーンでうまくこの選手がコントロールまで来てるかっていうと、やっぱり棒からしっかりと離れるサポートをして距離感を取ると。それに対して開けたスペースに対してコントロールすると。まあ、そういった一連の流れができてるわけですよね。で、正直ですね、このセッションに関しては、そこまで具体的なキーファクターを指導者も与えてません。で、それこそね、まあもう最近でもないかもしれないんですけども、エコロジカルアプローチっていうものがね、いろいろまあ SNS 上も通してですけども、まあ、流行った言葉としてありましたよね。そもそもの定義としては、人間がそもそもどのように運動学習をするのか、まあ、そこのを理論立てたものというものがあると思うんですけども、さらにね、そこから、さらに、なんだろうな、メソッド的な少し言い方を変えると、まあ、制約手段アプローチなんかも言われますよね。まあ、そういったものがあると思うんですが、まあ、ここでもね、それっていうのが、まあ、100% マッチしてるか、ちょっとそれもね、僕も確約はできないですが、まあ、何が言いたいかっていうと、真ん中に置いてるポールによって、別にここ指導者がいちいち離れるサポートをしろとか、でそれに対してどういったコントロールをするとかっていうのは、そこまで正直指示を与えてないわけなんですよ。ただやっぱりコントロールオリエンタードをするには、ここからしっかりと自動的に受けるサポートのね、段階で、
棒から離れてスペースを保つ必要がありますよねっていうところで、何が言いたいかっていうと、このオーガナイズだったりとか与えてるノルマによって、そういった促したいアクションっていうのを自動的に現象として出させていると、ここっていうのが一つやっぱポイントにあるわけなんですよね。でもし、さらにもう少し言うと、このコントロールエンタードっていうのがこのセッションでもメインではあるんですけども、なんか例えばよくあるね、遠い方の足でコントロールしろとか、できるだけ、体の向きを作ってコントロールしろかとか、いろいろそういったキーファクターあると思うんですが、まあそれもね、もちろん一つ大事なマインドとしてはあるんですけども、それ以上に先ほどの少しね、制約手段アプローチの話を少し借りさせていただくとですね、いわゆる、まあ、遠い方の足でコントロールするっていうのはもちろんあるんですけども、やっぱり場合によっては近い方の足でコントロールするとか、やっぱり人によって、快適になる、やっぱり、その人間としての行動というか動きっていうのはやっぱり違うわけですよね。なのでこのシーンにおいても、もちろんコントロールエンタードってところはあるんですけども、やっぱりそこまでね、具体的にというか、踏み入れないというか、介入しすぎずにある程度流しながら、このノルマだけはしっかりと揃えてあげると。で、それに対してもうコントロールっていうアクションを、まあ、自動的に促すんだけども、そこからのさらに踏み入れたキーファクターみたいなのは、まあ、できる限り与えないようには意識していると、まあ、そこっていうのが一つポイントにあります。まあ、このセッション見ていただいても分かる通り、時にはね、やっぱり出し手のパスが遅かったら、やっぱり近い方の足でコントロールした方がスピードもアップするとか、いろいろやっぱシチュエーションがあるわけですよね。まあ、そういったところで、そこまでやっぱりなんか指導者が介入しすぎて、遠い方の足で絶対コントロールしろみたいなところを言い過ぎてしまうと、やっぱりそのプレーの制限がかかりすぎてしまうというか、やっぱり実際の試合においての即興性だったりとか、少しクリエイティブな部分を妨げる現象っていうのも、僕はかなりあるとは思ってますので、そこっていうのも一つ注意点として、特にこの反復作用のね、多いトレーニングをするときっていうのはすごい大事かなと個人的には思ったりもしています。ではですね、まあ、バリエーション与えるね、いつもバリエーションの話もしますけども、まあ、逆回りもしかり、まあ、ローテーションしてるので、どちらの方向にって方向付けのね、コントロールの部分っていうのはかなりバリエーションそもそもであるとは思うんですけども、まあ、さらに少しね、慣れてきたら時間経過とともにボールを一つ増やしてあげたりとか、そういった難易度の調整っていうのも、できたりするのかなというところで、まあシンプルなね、こういったサーキット形式のメニュー、ではあるんですけども、その中でも全然バリエーションとしては、これをね、20分も30分も するとはないことはないと思うんですけども、まあ、長くても10分とか、まあ、そこまでいかないぐらいかな、なるとは思うんですが、まあ、その中でも時間と経過とともにしっかりと彼らの適応力だったりとかっていうのをしっかりと観察して、まあ、難易度の調整をするっていうのは、まあ、どのセッションでもそうですけども、ここのセッションでもね、同時に大事になってくるかなと思いますというところですね。はい、というような感じでですね、まあ、今回も一つコントロールエンタードにフォーカスを当てたセッションをですね、まあ、かなり簡単な構造ではいつも通りあると思うんですけども、紹介させていただきました。まあ毎度毎度言いますけども、一日のセッションの中でのね、話でいくと、まあ、最初の入りの部分、ウォーミングアップだったりとか、まあ、なんなら試合前のウォーミングアップとかでもね、全然まあ活用できるセッションだと思いますので、ぜひですね、皆さんの方でも、自分のチームでね、指導されるチームで試してみて、いただけたらなと思います。はい、ということでね、今回はこの辺りにしたいと思います。ぜひですね、いいなと思って、動画の方ね、いいなと思った方いましたら、グッドボタンの方と何かとね、コメントなどいただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひですね、よろしくお願いします。はい、それではまた。